力の勝利っす。包囲しろ。あれま、貴様ら何が目的だ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは どこであろうと変わらない。おお、来やがったよローチェ。本当に勝手にライバル視されてそう。なんでこいつソルジャークラスサードなんだろう。ほら、魔法なんかもどうぞ。あ、こいつ炎弱点だぞ。なら、ほら、あは、効いてる。レッドゾーンまで振り切ってみようか。あ、かます。かかってこい。結構よろめくな。はい、苦手なやつ。あぶり出す。ラブデブルと行こうか。沈め。ファイヤー。危ない。あれ、火は苦手だけどそういう技使うんだ。ファイヤーもファイラに育ってほしいな。危ない。どう。あ、その攻撃うぜえ。あ、ちょっと待てよ、かわそう。ファイヤー。あ、待てよ、今一人だから死んだらまずいか。オーマイフレンド。はい。さすがだ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。電気出せ、ソルジャーを止
倒すほどの相手だ。全力でかかれ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。武器を下ろせ、敵じゃない。運派が何をしている。そっちこそ来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。随分と賑やかなことで。神羅の増援もいるな。ああ、意外て。ウェッジはとりあえず大丈夫。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないよ。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶと思う。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上、事態の収拾に当たれ。お疲れ。こっちこっち。襲撃のことが公になれば混乱どころか深夜のはずだ。爆弾配置して。警報については後方で通せ。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、いない。俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か。面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。腰痛い。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ。屈辱っす。当たってないよこれ。
弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふーん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。なんとか合流。どうやってスラムに戻るすか。前から一度やってみたかったんだ。ここウェッジ通れる。にしても本家の作戦に立ち合わせるのか。偶然なのか。現在安全確認のため本家が動き出したとすれば命令が出ています。速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえた。本当に偶然なんだ。本家のアバランチだったんだ。あれは襲撃の件は誤報です。問題ありませんので。なんかローチェは顔の輪郭だけアンジール味もあったな。性格全然違うけど、ネジの外れたアンジール感があったな。ほら、こっちこっち。ここまで来れば。おばさん。ついてからの時間です。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ？クラウドさんもピザ食べたかったってね。何？なんか怪しくない？ないない。それはピザは食べたいよな。ああ。ふーん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおっかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。そうだ、お父さんの顔見たくないからわざわざクラウドを裏口に回したのにね。クラウド鈍感すぎるな。多分ここに。あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんな、ご苦労様。付き合ってくれてありがとう。それから、明日の作戦終了までバレットとティファニーは内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん。よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。ねえ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね、兄貴。誰が兄貴だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。
あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。俺一人で帰れるっす。どうせ軽いやけどだし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ。ジェシーとパラシュートが良かったな。二人の家。これは、ああ居住区の奥側で降りたんだ。寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。あ、そうだ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。バトルレポートクリアしてた。また新しいマテリアを開発できましたよ。風か。オートキャル欲しいです。あと風も一つ買っとこう。お、値上がりした。引き続きバトルレポートのデータ提出を、はい、で、あ、またレベルアップ。もっとスロット欲しいな。オートケアル見破るの代わりにつけとくか。あー、オートケアルってことはケアルラはオートでやってはくれないのかな。全部ケアルかな。あ、これここがビッグセンチ。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。あ、ここがビックスの。マコロのニュースか。歩き方が面白いな。ここがジェシンチ。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから。変な気を起こしちゃダメですよ、兄貴。ああ。念のため、警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは、役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。ふんふんふん。女はみんな大女優っす。アクション。男は立ち入り禁止ですってば。はい、ごめんなさい。スラム住民にもできる魔鋼炉の秘密の仕事。明日ご飯ない。ほらほらにゃる、バニパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあ見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない、怖くない。兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。好きにしろ。よくできました。あ、この猫たくさん集まってるこのエリア、ウェッジのお家が近くにあるんだ。全部三毛猫だったけど。あのローチェってキャラたびたび出てくるだろうな。問題行動が目立ってるからソルジャークラスサードなんだろうな。あ、で、ああ、そうだそうだ、報酬。っていうかこんなスラムのところに
女優志望的な人たちと一緒に暮らしてるの？ジェシー。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。え、分かった、考えておく。やった。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって。大丈夫？ティファーに見られてない？大丈夫だね。バレたら殺される。また爆破があるんじゃないかって不安なんだ。バリアのマテリア。防御魔法。ああ、スロットがあればいくらでもつけたいんだけどね。武器屋寄ってみるか。武器屋どれだっけ。あ、武器屋ここだ。町一番の何でも屋のおかげで体験の注文が増えまくってるよ。ないね。すげえ強いやつが入団した。もっとスロットが欲しいな。じゃ、休もう。プレートの上行ってる。もう寝てる時間だ。そうだよ、プレートの上行ってる時、ジェシーのお家の場面で時計が映ってたけど、もう0時回ってたから土夜中だ。